どうもこんにちは、モンブランです。今回はこちら富士通のライフブックですが、以前に動画を出した改造品です。ミニ PCI エクスプレススロットをフルスペック化し、下駄で NVMe の Wi-Fi6 対応のインテル AX200NGW という Wi-Fi アダプターを取り付けてあります。レビューした際にルーターは Wi-Fi6 に対応していませんでしたが、やっぱり Wi-Fi6 対応ルーターにして快適通信を体感したいということで、こちら Wi-Fi6 対応ルーター NEC PAWX6000HP NEC 最新最強の Wi-Fi ルーターです。フラッグシップモデルとかプレミアムモデルとか呼ばれています。購入価格は26,480円。なぜか Amazon で安く販売されていました。反論が違うだけで同一品の AMAX6000HP もあります。次世代規格 Wi-Fi6 プラス安定通信機能搭載、リンク速度は 4804Mbps プラス 1147Mbps、 実行スループットは約 4040Mbps と記載されています。我が家の回線は 1Gbps なのでルーターの方が数値が上、規格上の最大値は 9.6Gbps ということなので持て余す勢いです。接続台数36台、こんなに繋がないけれども、複数台繋いだ時の待ち時間が減るので快適通信に期待感爆上げ。少しパッケージを見ていきましょう。裏に OFDMA MUMIMO だから早いって書いてありました。OFDMA は AM、FM といった電波偏重の方式の一種で、多くのデータを一度に送れます。 MUMIMO は電波干渉が起きないように位相をずらして複数の信号波をビームホーミングで送信することで速度低下を抑えます。主な特徴をまとめてみました。アンテナ数は送信8プラス4本、受信8プラス4本、圧巻の24本。OFDMA、MUMIMO 対応。快適に接続できる台数の目安は36台。10Gbps の有線 LAN を装備、ルーター内蔵ハブも 10Gbps。TWT という接続する端末をスリープさせて電池消耗を抑える機能もあり、一部このルーターの特徴というより Wi-Fi6 の規格についての記載になります。このルーターを買うと Wi-Fi6 の規格が全部使えるよってことです。スペック表を見ていると紹介しきれない機能がてんこ盛りです。さすが NEC の最強モデル、意識していなくても対応する端末をつなげば様々な機能が自動的に使えます。開封いってみよう。本体ですね。ルーターとしてはめちゃめちゃでかい。こんなでかいルーター初めて見たよ。驚きの大きさ。つなぎ方ガイド。スタンドもでかい。LANケーブル付属はありがたい。AC アダプター。めちゃめちゃでかいです。
高さ210ミリ、幅215ミリ。こんなでかいルーターを見たことがないですわ。圧巻です。これまで使用していた WG2600HS と比較します。一目瞭然、クソデカです。 1.5 倍ほどあります。家によっては置けないかも。 AC アダプターはそれほど変わりませんが、コンセント一体じゃなくなったので置きやすい。背面のポート数とボタン数は一緒です。 NEC から NEC の乗り換えなら迷わなそう。とにかく第一印象としてはでかい。本体正面には電源、アクティブ、Wi-Fi、テレビモードの LED があります。動いているのか通信しているのか一目で分かって便利。背面には WPS ボタン、モード切り替えスイッチ、有線 LAN 4ポート、ワンポート、AC アダプタの差し込み口があります。保守ボタンというのがありますが、取説には使いませんと記載されています。底面にリセットスイッチ。個人的にはアンテナが内蔵なのですっきりしていて好印象です。それではベンチマークしていきます。 Google のネットスピード速度テストをかけます。我が家のネット契約はベストエフォート型 1GBps です。下り 700Mbps 超え、上り 250Mbps 超え、すごい。数回測ってみました。混み具合で上下しますが、ルーターはボトルネックにはなっていないようです。 Wi-Fi 行ってみよう。まずは iPhone7、 ちょっと古いです。有線 LAN と同じ測定方法で測定します。リンク速度は 433Mbps。 下り 168.5Mbps、 上り 365Mbps。 なぜか下りが遅い。 Android からは AquosSense3SHM12、 廉価 Aquos の SIM フリー端末。リンク速度は 433Mbps。 ちょっと遅いですが、 Wi-Fi ルーターの性能というより端末が廉価版という影響の方が強い感じですね。本命のノート PC です。Wi-Fi 6対応アダプターです。ここにアダプターが入っています。スペックはこのような感じ。注目は Wi-Fi 6対応アダプター。 Wi-Fi の接続状況を確認します。 Wi-Fi 6リンク速度 1201Mbps で接続されています。インターネット速度テストを行います。出ました、驚きの数値です。下り驚異の 491.1Mbps、 本当に無線 LAN なのかっていう数値です。上りが遅いのは何ででしょうか。数回試したら上りも速度が出ました。少しばらつくみたい。
Wi-Fi としてはこれまでの常識を覆す速度、驚くほど速いです。いやー、驚きましたね。ぶっちぎりの速さでした。既存の Wi-Fi 端末でも速度が出るし、 Wi-Fi 6に対応した端末では次元の違いを見せつけられました。ルーター自体の導入は簡単ですが、端末側も対応アダプターが必要です。とはいえ、使ってみた感じ非常に速く安定していて、めちゃくちゃおすすめです。 NEC の実力を見せつけられました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。